はい、高須ダイナースキースノボの専門チャンネルの R です。あそこにね、見つけたんですよ。で、下降りるかなと思って俺も降りてきちゃったんだけど、あそこでね、あの係員、検定員ね、あれが生徒です。1級と2級、1級と2級もあると思うけどな、あのね、あんな緩斜面で1級やるわけないから、多分ね、2級のシュテムか、2級の、あ、で、もう1回リフト降りて、あそこ、まだ降りが上がってきてもまだ降ると思うから、あの斜面ね、チャレンジコースって言うんだけど、チャレンジコースから見物するわ。で、コブがね、コブがね、多分そこのさ、昨日さ、土が見えとるさ、コブの隣に、左隣に、コブさ、作っとったんですよ。うわっ、あ、これだ、あー、ちょっと待ってよ。ダメじゃん。ああ、作ったのに、土見えとるな。それか終わったかな。終わったにしてもね、多分ここでやらんかったわ。ここではやらんかったな、これは。時間的に。こんなんでしょう。あんなんじゃん。あ、ここではやらんな、一級、多分。こんな土、この板汚したくないでな。あ、もう、行こう。あれは、まあいいや。だいぶ見えてきてるな、本当に。土だね、いい土だね、苔が生えとって。まあ、このゲレンデの下から川が流れてるという現象が起き始めたね。お、コブ行くの、おー、危ねえ。コブ行くかと思った。よし、もう一回行って、こいつかなか。あの辺もね、見えたんだ、土。まあ、この辺も汚いな。積雪もそんなないし、多分20センチぐらいだよ。20センチもないかも。まあ、今度のさ、土曜日といつが雨だっけ、どうかだっけ、2回雨降るでしょう、検定までに。寒の戻りが来ればいいけど、7月の頭にね、寒の戻りが来ればいいけどね。ホワイトピアとワシガタケね。この道もあれだな、もう、雪ないな、この道も、もうすぐ。今度の雨で終わりだな。今度の雨になる前、今度の雨土曜日でしょ？今日、まあ、あと3日でしょ、ここの道路は。あと2日かな。いいな、子供持ってもああいうふうに遊びに行くって。